はい、皆さんこんにちは、ワンダリギルフィジです。では今回は信長の野望革新パープキと本能寺の変明智光秀プレイ続きをやっていきたいと思います。前回は裏切り者浮田、これの討伐を行いました。この中ではね、羽柴軍が、よく力を貸してくれたのかなということで、すごく助かりましたね。なので西の勢力はですね、岡山を越えて最前線備中高松城が、勢力ので一番西側に当たるところになります。で、今回の攻略目標なんですが、まずですね、こちら筒井大和郡山城、ここを攻略して、ここにいる正信正澄がなんとですね、徳川家ではなくてこの筒井家にいるんですね。で、筒井家にはさらにね、島左近こと清興もいるし、あとは柳生一族の出身でもあるので柳生一族もいるというね、人材がむちゃくちゃ豊富なので、この筒井家を攻略していきたいというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。では大和郡山城に向けて出陣を行っていきます。その前に技術だけ研究を進めましょう。兵器、これの研究をね、一気に進めておきたいと思います。そして大和郡山城には全軍を開けて出陣していきます。おそらく計略系で言うとですね、敵は正澄正信がいることを考えるとほぼ効かないと思っていいと思うので、できればね、武力系を中心に用意をしていければいいのかなというふうに思うんですが、あんまりいないな。槍働きができそうな、そういう人材があんまりいない。二段打ちか。鉄砲隊もいないからな。槍ぶすま持ってるような人がいれば、槍ぶすまは必ずそこに戦法として組み込みましょうか。それでなんとかね、武力攻撃っていう意味では、対面をね、取っていければいいのかなと思います。なんとしてもここは取らなきゃいけない城にはなってきますので、できるだけね、ダメージ少なく、効率よく落としていくっていうことを考えると、やっぱり機内の黒人衆とかね、そういった彼らの支援というのは絶対に必要になってくるので、機内の黒人衆には特に気を配って、行きたいなというふうに思います。では大和郡山城筒井家攻略です。ここを攻略すれば、さっきもご紹介した通り、まずは島左近こと島清興、さらに知略がね、最強クラスの本田正信正澄親子、あとはね、武勇最強クラスの柳生一族が手に入るので、これはね、もうマストで取りたいと思います。では大和郡山城攻略戦開始です。で、寝返られたりすると、まあ痛手は痛手なので、ちょこちょこ忠誠がね、九州以下の人たちには仮装してお金をつかませて握らせておきましょう。機内の黒人衆も参戦してくれてます。坂本城に向け織田家の部隊が来るか。敦賀から坂本城にどれぐらいの軍なんだ。相当な数にはなってそうだな。これをこの坂本城で支えきれるのかって話だな。しょうがない、鉄砲隊を引き連れて出陣しよう。坂本城に入城します。坂本城の数がちょっと少ない、8000という数なんですよね。これをどう見るかというところだと思うんですが、なんとかこの坂本城は支えてもらわなきゃいけないな。数3万2万ぐらいの国かな。昇竜寺城にも増した長森か。数は
多そうだな。まあ、ここもなんとか抑えてもらうしかない。まあ、両方ともね、市場扱いにはなってるので、まあ、数としては確かに大きいものではないというのもありますが、なんとか、なんとかこらえてもらいましょう。殲滅せよ、見破ったり。やっぱり正信には効かないよね。計略系のものというのは。進め。坂本城は最悪失陥する可能性がありますね。それでも大和郡山城の攻略を優先しましょう。こっちの方がより優先度が高いっていうね、そういう判断ですね。でここはゴズメ決戦になるな。堺からも軍が出ている。まあ同士討ちなんかが決まってくれると大きいですけどね。まあまずは大和郡山城の攻略優先しましょう。昇竜寺城がちょっと危ないけど、昇竜寺城を救える手立てがちょっとないな。御所には戦しか兵がいない。石山城、まあいわゆる大阪にも兵がこれだけしかいない。坂本城を防衛した兵力を使って昇竜寺城を救援するにも坂本城の兵がいなくなるので、これもまた難しいですよね。そうなるとカズマスの軍を昇竜寺城の防衛戦に回しましょう。いや待て待て、これを見るとうまい具合に敵はこの大和郡山城に大詰め決戦を挑んできた気配があるので、これだったら大和郡山城を主戦場にしましょう。で昇竜寺城は昇竜寺城で数正の軍勢で持たせます。まあ、ただ昇竜寺城にたどり着けるのかというのはあるな。うん、昇竜寺城が持たないですね。昇竜寺城が陥落して昇竜寺城の兵力が3万か、大きいな。しばらくおとなしくしてくれてればいいですけどね。大和郡山城は確保してあります。ちょっと待ってね。そうすると早速ですが、豊を優先しましょう。しかも欲しい武将から優先的に取る清輝。あとは正信正純親子、まあ正信からいきましょう。昇竜寺城を取られて、昇竜寺城が3万とか、とんでもねえ数だな。鉄砲2万7000。いや、これは厳しいぞ。一応、どうなんだろう。この、大和郡山城が孤立してしまってる状態になってるので、ここをなんとか始末つけないといけないですね。昇竜寺城にとんでもない大軍が入ってますね。ここを壊滅できれば本当に大きいですよね。では加増して一気に100まで持っていきましょう。これらの優秀武将を敵に引き抜かれるわけにはいかない。優秀武将に関しては金は惜しまず払っていきます。あとは、正信もいたと思うので、正信を雇いたいですね。うん、正純ですね。正純も雇います。あとは、順々に雇っていきましょう。まあのんびり人材集めに奔走してる場合ではないんですが、しばらくは加増を繰り返して、一気に100近くまで持っていきます。さて、昇竜寺城に4万の兵が入っているんですけども、ここはですね、知略が最も高いのが、スーデンがいたんですけども負傷していて知略が下がっていて、前田玄尉の86が最高になっています。これをちょっとうまく利用しない手はないということで、3万の兵で4万の兵が
いや、5万の兵がこもる昇竜寺城を攻略していこうというふうに思います。ここは計略をふんだんに使って敵を倒していきましょう。ちょっと待ってね。そうなるとやっぱり計略が高い武将を入れた方がいいよな。正信正純はもちろん、外交層展開なんかも入れて確実に勝ちに行きましょう。ちょうど昇竜寺城から御所に向かって部隊が出陣したな。これは好機。この御所はそう簡単に落とせる城ではないですからね。この好機は逃さずに行きましょう。この昇竜寺城の戦いで敵完全に壊滅させることができれば大きいぞ。さあ昇竜寺城に取り付きました。昇竜寺城を一気に潰していきましょう。まあ、しっかり鉄砲やぐらが機能してくれればいいのかなというところですね。今ちょうど昇竜寺城と二条御所両方画面に映ってますけども、両方で一気に戦っています。御所が持ってくれて昇竜寺城が落とせれば、まあ、これ以上ない結果にはなると思うので、そこをちょっとね目指していきます。あるいはどうだろう、これ御所の方に救援に向かいましょうか。紀王旗の部隊だけでも御所の方に移動させたいけどちょっと難しいか。ただ真下長森の部隊壊滅、これで包囲が突破できたので、このまま一気に御所は防衛、昇竜寺城は攻略というね、一石二鳥を狙っていきます。堀尾義治が出陣してきましたが、これを一周していきましょう。いや御所の守り固めておいて正解でしたね。昇竜寺城も兵力が減ってくれてるおかげでなんとかなりそう。何よりも大きいのがスーデンがね負傷してくれていたおかげで、敵を計略で攻略することができそうですね。スーデンがいるとこちらの計略がことごとく跳ね返される恐れがありましたけど、今そういう状況ではないので、この中で一気に敵を潰していく、まさに絶好の好機到来。昇竜寺城も取り返して、さらに敵兵力も削れるとなれば盤石の構えですね。スーデンが回復したのか、急に計略が効かなくなってる。ここは昇竜寺城を取りたいな。なんとしても昇竜寺城をこの手に。いや、スーデンが完全に回復してる。こうなってくるとまたちょっと話変わってくるな。兵力の削りの方に変更していきましょう。同盟は延長していきます。まあ、よく同盟結んでくれたなというのがありますけど、羽柴との同盟は今は最重要同盟の一つですからね。さあ左近の部隊はもう一度戻りましょう。しかも鈴木が桐山御所の攻略に動いてる。まあ、鈴木は今はね同盟結んでありますので好きにやらせておけばいいでしょう。これで昇竜寺城の奪還も完了。うまくことが運んでますね。これによって安土城の攻略というのが見えてきましたね。安土城は鉄砲が5000、耐久が4万、兵力6000、
まあ、普通にやっても落とせる城ではないですが、さっきまでだと安土城3万の兵が入ってましたけど、この3万の兵がなくなってますね。敦賀も5000、長浜も5000、援軍で出してこれる数は多くはないな。しかも今北の庄では勝家の軍と決戦中。これであればなんとかなるかもしれない。では昇龍寺城と御所、あとは大和郡山城ですね。ここの耐久を回復して、いよいよ安土城攻略というのを見据えた戦略を練っていきたいと思います。今回はね、ここまでにさせていただいて、次回以降、続きをプレイしていきましょう。